目が茶ん寝るはじまるやというわけで梅神チャンネル始まったんですけど、今日はねちょっとなんかいつもと、まあ、いつも通りですけどゆるくやっていきたいなと思います。ペットのねカロが成長していくやつを定期的に撮ろうと思ってたんですが、久しぶりに、出したいなと思います。下にねリンクで、2本動画過去に出してるので、赤ちゃんの時のやつとその後のやつをね載せとくんで、概要欄行ってみてみてください。というわけでね、どんぐらい大きくなったのかっていうのを、ね、ちょっと見てもらいたいなと思います。今ね、お座りしてるんですけど、お立ちさせます。お立ち。ちょっとね、日本語で言っても通じないので、犬語で言ってみないとね、通じません。ちょっと、伏せをしちゃいましたね。今のはね、犬語でお座りなんですけど、次はね、お立ちをさせていきたいなと思います。ここで、大好きなね、手袋をあげたいと思います。お立ちになりましたね。でかいな、もう上半身出てますから。まあ、上半身っていうのがどこまでなのか、よくわかんないけど、犬だからね。四足歩行だから上半身とかあるのかわかんないけど。もうすごいな。襲いかかってますね。もう普通に立てるんだね。中指がやられてますね。はい、次はね待てをさせたいと思います。ハロー、お座り。はい、待て。よし、もう一回ね、今ちょっと分かりづらかったんでもう一回やります。お座り。はい、待てまだだよ、まだ。待て。よし。待て。あら、ここ。待て。よし。はい。というわけでね、ちょっと、いろいろね、待てとか、覚えましたね。あと、お立ちですね。下半身というかね、後ろ足が、なんか強いのかわかんないですけど、たまに二足歩行とかしてますね。というわけでね、まあ定期的に成長していく、まあほぼもう成長してしきった感じはあるんですけど、なんか技とか覚えたらね、また動画上げたいなと思います。カロというわけで、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ヘバナーは、あ、噛まれた。